モンテッドのステッカーをプレゼントしておりますので、カズキさんですとか、ハガネさんですとか、カリモモに声をかけていただければと思います。そして、YouTube で配信したんですけども、ご来場いただいたお客様にも何かプレゼントをということで、座席にポストカードを置かせていただいてます。3人のサインとメッセージが入っていますので、こちらぜひお持ち帰りいただければと思います。それでは皆さん、今日は3試合楽しんでいってください。モンテッドウォーリアーズという掛け声で始めたいと思いますので、皆様手を W に肩を抜かしていいですよ。いくぞ、モンテッドウォーリアーズで歌っているので、お願いいたします。では、行きます。いくぞ、モンテッド。最後バトルでお天場にやられてしまいました。
まあ、バトルに限らずリベンジは絶対したいと思うので、あとそのおまけはやっぱり準優勝である私に後で取り返しておきます。本日はありがとうございました。本日はガラスありがとうございました。私は悔しいです。自分の第二試合もバトルロイヤルも、まあ、なんかドローだし結果がつかないし、この不完全燃焼は次の板橋に持ち込もうと思ってます。私は POP3 度目の防衛戦になります。ヒンコ選手どんな方なのかすごい楽しみです。皆さんもぜひ10月30日見に来てください。ありがとうございました。はい、皆さん本日は試合に来てくれてありがとうございます。ごめんね、これドロー、もう一回、もう悪い夢もドロー、ドロー、もう今度頑張ろう、頑張りましょう。はい、次来週は、板橋、私、中森さん組んで、バーサー、春樹選手、佐々木選手、みんな楽しみ、ナミコスプレイ、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はありがとうございました。今日はモモさんと誕生日なので桃色になって挑んだんですけども、まあ、まだまだこんなもんじゃないと思うので、もっとすごい戦いができるよう頑張っていきたいと思います。ちょっとさっきのバトル必死すぎて声がちょっと枯れてしまってね、優勝したかったんですけど悔しいです。本日はありがとうございました。本日はご来場ありがとうございました。リセレオンとは超久々の2度目のタッグだったんですけれども、不安に思ってた通りちょっと息が合わなかったですけど、最後はね決めてくれたんで、はい、良かったと思います。決めていないですよ、はい、言わないでください。かずきさんの友達ですもんね。はい、今日は勝てて良かったと、はい、伝えておいてください。はい、そして、1週間後の板橋大会、私はシードリングの、海樹理子選手と初シングルになります。ベテランの強さをしっかり刻み込みたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん本日はロンテッドプロデュース公演でお越しくださいありがとうございました。はい、ともちゃんから一言です。はい、私明日ムーブさん初参戦なんですけども、バトルロイヤルでレジーナチャレンジというものに、あかりと知恵と私で挑みますので、今日 の、 あのバトルロイヤルで、恥ずかしみを受けた悔しさをバネに頑張りたいと思います。ありがとうございました。やったー、優勝したー。一人全部食ってやるからな、お前らに何も負けないからな。飛ばして当たりますから。あ、コスプレ、はい、はい、また私が勝ちます。あ、ね、おう、チエちゃんね、私勝てない。あ、やる、はい、以上です。はい、すいません。はい、本日は本当にご来場ありがとうございました。はい、楽しんでいただけますでしょうか。はい、ということで、お楽しみはまだまだ。このまま終了。
きますよ。はい、あ、押してください。持ってるじゃないよ。